グラストンベリーフェスティバル。グラストンベリーフェスティバル。グラストンベリーフェスティバルは、イングランドピルトンで1970年から行われている大規模野外ロックフェスティバル。正式名称は、グラストンベリーフェスティバルオブコンテンポラリーパフォーミングアーツだが、一般的には、グラストンベリーフェスティバルと簡略化されている。コンテンポラリーミュージックだけでなく、サーカスや演劇、ジャズ、 ダンス、レゲエのサウンドシステムと、さらには映画上映までされている。現在行われている、世界最大規模のロックフェスティバルである。2005年には、フェスティバルの会場は900エーカー、約3.6キロ平方メートルになり、385? このライブが行われ15万人の観客が来場し、2007年には、700を超えるライブが80を超えるステージで行われ18万人が、 来場した。会場は広大な農場であるため、踏み荒らされた牧草の保護のために不定期ではあるが、およそ5から6年の間隔で、旧歳年を設けている。近年は2006年度、2012年度、2018年度の開催なし。フェスティバルは、イングランドの南西にある、小さな村である、ピルトンと6マイル東のにある町、グラストンベリーの間に存在するワーズファームで、行われている。 近辺にはグラストンベリー島と呼ばれる小高い丘がある。この地域は多くの神話的、霊的な伝統を持っており、ニューエイジムーブメントや考古学の分野では興味深い場所である。いくつかの霊ラインが丘に集まっていると考えられている。また丘は古来よりアーサーオーラが眠るアバロン島の場所とも考えられている。フェスティバルを構成する組織は、 地元の農業者と土地のオーナーであるマイケル・イービスからなっており、フェスティバル初期から変わらない。マイケルは彼の妻寺院が1999年に亡くなるまで二人でフェスティバルを運営し、現在は娘のエミリー・イービスがマイケルの補助に当たっている。オアシスのノエル・ギャラガーは2008年、不審が続いていたチケットセールスに関してヘッドライナーに抜擢された JZ に言及し、 壊れていないものは修理するなだ。壊してこれまでと違うことをし始めるのなら、監修はみんないかなくなるだろう。悪いが JZ だって、ありえない。グラストンベリーはギターミュージックという伝統がある。俺はグラストンベリーにヒップホップは求めていない。間違っている。と JZ のヘッドライナー出演に苦言を呈し、ロックの聖地と考えられている。 ドーフェスの路線変更を嘆いた。ノエルのこの発言によって、方々で議論が巻き起こる中、主催者のイービス親子は、どうして、彼、ノエルが口出してくるんだ失望したね。彼は、グラストンベリーは、ギターバンドの技って言ったけど、その通り、たくさんのギターバンドがプレイすることになっていると、反論し、コールドプレイのクリス・マーティンは、彼は、世界一のラッパー。 JZ 抜擢のこの騒ぎには、ちょっと恥ずかしいとさえ思っているよ、と JZ を擁護するコメントを発した。家中の JZ 本人は、この時代、そういった境界線がある方がおかしいとする持論を展開。音楽を分類したがる奴らもいる。でも、今の若者は音楽をそういう風に聞いていないだろう。俺はどんなタイプのものでも聞く。そうであるべきだと思っている。それが、 今の世界だ。いろんなカルチャーがミックスされているべきだ。分けるとしたら、いい音楽か、悪い音楽かってだけだ。そして、新しいものを受け入れないで、どうやって発展していくってんだ全くもって、古い考え方だ。世の中の動きについていっていない。批判されて本当驚いたと反論した。当のノエルギャラガー本人は、この騒動に関し、そもそもチケットセールスに関して、 意見を求められ、自分の考えを話しただけだ。レコードに関して言えば、JZ は気に入っている。それが俺の意見だ。もし俺の発言が人を傷つけるというなら、もう質問なんかするなと話し、マスコミの大げさな報道を批判した。JZ は当日、BBC のテレビ番組にて、JZ 批判を行っているノエルのインタビュー映像を、ビッグスクリーンに映し出し、ショーはスタート。 ギターを抱えてステージに登場するやこともあろうにオアシスのワンダーウォールをカバーしサビのところでマイクを観客に向けると観客は大合唱。JZ コールが鳴り止まぬまま AC、DC のギターリフをサンプリングした自身の楽曲99プログラムズに流れ込むパフォーマンスを行った。しかしながら完売が続いていた近年にあって チケットセールスは数百枚売れ残るほどになり、その原因を同フェスの路線変更に求める声は当初は少なくなかったが、翌年からはチケット発売を前倒ししてのセールス展開を試み、成功を収めている。これらの動きに関してカサビアンのトム・ミーガンは JZ のパフォーマンスは最高に素晴らしかった。奴はすごい。今年のクラストが売り上げともども不評だった問題は、 全体的なラインナップの迫力不足が原因だろうよ。俺たちも出演してなかったしな、とコメント。トラウィスのダニー・ペインも彼のパフォーマンスを実際に見たけど、すごく良かった。ノエルとは友達だけど、さすがにあれは失言だったね。間違いだよと話した。また、彼がライブで披露した、ワンダーウォール、99プログラムズが、給付でありながら、 翌日からの UK シングルチャートに復活し、大きなリバイバルヒットを記録した。これに対してノエルは、俺の名曲がチャートに入った。JZ の人気は天井知らずだな。みんなが勝者だ。彼は、俺間違って伝えられたって分かってるさと発言。1日目ヘッドライナー、フーファイターズはデイブ・グロールフ賞によりキャンセル。1日目ヘッドライナー、U2 はキャンセル。 3日目ヘッドライナー、カイリー・ミノーグはキャンセル。3日目ヘッドライナー、スティーブ・ウィンウッドはキャンセル。2日目ヘッドライナー、ザ・ストーン・ローゼズはキャンセル。負傷。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。